はい、今回の動画は Windows の設定で広告ををブロックすする方法をご紹介しますで現在はネットなんかを閲覧しているとですねさまざまな広告が表示されると思うんですけども、まあ、それらのです、ね、広告を完全にです、ね、ブロックをするっていうのはなかなか難しいんですけども Windows の設定を変えることでですねある程度広告の表示を少なくすることができますんで今回の動画ではその設定方法をご紹介したいと思います。 で今回、動画は Windows11 の、ね、画面で説明をしていますけども Windows10 を使っているといった場合少しです、ね、画面がです、ね、違いますけども設定の流れとしては同じような手順で変更することができますので Windows10 を使っているという方も参考にしてもらえればと思います。それではまず設定の画面を開きますので Windows キーを押したままアルファベットの i を押して設定の画面を開きます。 で次に Windows 11の場合はですね、この画面の左側にプライバシーとセキュリティという項目がありますので、こちらをクリックをしてくださいで。Windows 10の場合はプライバシーという項目があると思いますので、そちらを、ね、クリックをしてください,、はい。次にこのプライバシーとセキュリティの中のこの全般という項目ですね、こちらをクリックします。 はいそうするとここにですね4つのですね設定項目があるんですけども、これがですね標準の状態だと、これ今見てもらって分かるようにすべてオンの状態になってますんで、まあ、とにかくですね広告をですねある程度ですね少なくしたいといった場合は、ですねこのべての設定をね、まあ、クリックしてオフにしてください。はいで次にもう1つの設定なんですけども、この画面の左側のシステムというところですね、これはね Windows 10でもシステムという項目があると思うんですけども、このシステムのところをクリックします。 次にこここののののシステムの中のこの通知といいう項目がありますんでこちらをククリックしてくださいはいそうするとこの中の一番上ですかねこの通知という項目があってこれもですね標準の状態だとオンになってますんでこちらもですねクリックしてもらってオフにすることによってパソコン上に表示されるようなねさまざまな通知をですねこちらでオフにすることができます。 はいととったことで今回の動画では Windows の設定である程度広告をブロックする方法をご紹介しましたけども最初にも言ったようにこの設定をすることによってね完全にですね全ての広告がブロックできるということではないんですけどもネットを閲覧していてですね、まあ、ちょっと広告が煩わしかったりだとかアプリを使っている時なんかのね広告の通知が煩わしいなんていった場合はですね一度ねこの設定をしてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。